はい、今回は子供部屋のエアコン工事に行ってまいりました。室内の化粧カバーを使った工事になります。子供部屋につけたエアコンの配管は収納の中を通り、隣の部屋のウォークインクローゼットを通って外の室外機に配管が伸びるという施工をしてまいりました。それではご覧ください。お待ちしてます。